みんな元気にしてる？前回のおさらいの時間よ。ああ、過去を振り返るのは大事だ。手に持ってるハンバーガーは一旦置いて話を聞いてよね。ああ、置いてくれ。ピクルスを抜くかどうか後で決めてくれ。前回はフワちゃんの故郷であるロサンゼルスを巡ったの。変なやつばっかりのハリウッド。そう、スーパーカーで向かったルート66。あと遊園地があるサンタモニカもね。フワちゃんのルーツを知れたんじゃないか。今回はフワちゃんの住んでいた家や学校が出てくるわ。これはお宝映像だな。パパラッチも驚いて腰を抜かすんじゃないか。ちょっと待って、うちらのこの感じ、何かと同じ。ナダギとトモチカだ。はい、ということで、続いて私が歩いているのは、私が前住んでた家の近く。で、やばい、嬉しいね。ほんと、エモい。無理。ということでやってきたのは、私がアメリカ時代を過ごした街、トーランス。日本人が多い街で、なんと昔、青山テルマも住んでたらしいよ。十数年ぶりに訪れる思い出いっぱいのお家、まだ残ってるかな。え、待って、あれビクトリアの家じゃん。やばい、やばい。何ビクトリアって。私の親友。ここビクトリアの家。やばい。ビクトリアと何して遊んでたの？え、なんかクリスタンじゃあもう引っ越してから一回も行ってないの？一回も行ってない。え、なんかこの黄色いやつ覚えてるよね。え、これ、え、これじゃないわ。いや、もうこれフワちゃんしかわかんないから。あの人、うちんちもいた、あの人。本当？チェーンソー持ってるけど、チェーンソーじゃないわ。似たような家ばっかで全部にピンときちゃうフワちゃん。しかしここでついに分かった、あれだ、あれだ、私の家。これだ、これだ、ね、これこれフワちゃん、ここで元々が顔出してる時も写真あるよ。フワちゃん住んでるところも、フワちゃん住んでるところ綺麗だよ、ほら見て。編集想定して喋ってんの愛しい。え、こんなちっちゃかったっけ、しばらくなんかちょっと子供の頃は病気だからさ、もっとこれできないイメージだね。位置測定しときますか。乳首は見てるけど、パンツは見えるな。超でかかったレビンジョン。でもわかんない、それもあれじゃん、ちっちゃいからでっかいって思ってただけ。だってこの芝生も私想像の2分の1ぐらいの大きさだもん。ジャグジーあったっていうのは何なの？ジャグジーはこの裏が庭になってる。番犬いて怖かったから入れなかった、うん、庭があってこっちにジャグジーでこっちにプールがあって、あ、ジャグジーとプール別なの？そう、すごい。でもなんか今あれかも、だからそれも私子供だったからジャグジーって思ってたけど、2話を見たら子供の頃思ってた頃 YouTuber になってさ、確かに自分の家戻ってくるってすごいよね。すごいわ、子供の頃思ってた未来より楽しいぞ。よかったね、戻ってこれて。この壁にハグしとく。え、でもこの壁に関してはマジで何の思い出もない。はい、というわけで降り立ちました。こちらトーランスの住宅街です。続いてフワちゃんがやってきたのは、15年ぶり2年間通っていた小学校。本当はアナザースカイで来ようとしてたけど、オファー待ちきれずに自分で行っちゃった。見てるマジ弁護。超思い出いっぱいの小学校、涙流す準備はできてます。あ、これこれ、ねえ待って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 、見えない、泣いちゃう。
前で泣いてる不審者が現れる。やばい、超ひっこりなんだけどね。何超ひっこりなんだけど。超ひっこりなんだけど。あ、ちょっと待って、おかしいおかしい、絶対ここでさあ入りますみたいな絶対にあるから普通おかしいよそんなわけないじゃんさあということで許可が取れましたのでコーナー焼いていきたいと思います。 Come on, come in。 やばい、覚えてるに興奮してるか分かってないでしょ。分かってない全部に興奮してますえ、昔私多分ここで落ちてもらってたんですか。ここでしまちゃんを落ちて落ちましたトイレそうだ、ここトイレじゃん。めっちゃギリギリで戻してんじゃん惜しい、あとちょっと頑張ればトイレだと。トイレこんなだったわちょっと深呼吸したかわ。あーグラウンドがギャグボーやばい、これこれの棒なしにフワちゃんのアメリカ生活語れませんめっちゃ厳しいじゃんそうなの、めっちゃ厳しい。 DT ルームでは何をするかっていうと、15分間伏せてなきゃいけないわかんない、反省文とかじゃなくて伏せるんだよ。だから、まあ、ブランコで立つとかだと もちろん DT でしょ。だからなんかその、ここ立つやん、立つやん、そしたら東海先生が来んのめっちゃ太った怖いおばさんがこっち来て、おいおいおい、The girl! デテンション、なんか中金みたいなやつ書いてる、渡してきて、棒付きキャンディーみたいな食べたまま走ったりしてた。自転車。めっちゃアメリカじゃん。そう、もう超怖かった。それでびっくりしたんじゃそうなったんだから。朝チャイムが鳴るの。そうすると、うん、あのもうここでみんな一回パーって止まるの。うん、でこうやってやると、うん、Oh say can you see 流れるからみんなで、うん、Oh you don't very know みたいな、みんなで歌ってた。しかも私それでも DT もらったことある。え、あのこれみんな歌わなきゃいけないのに、なんか私だけ替え歌してたもん。ピー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 変顔しながら替え歌してたら、国歌鳴ってる最中は先生も止まんなきゃいけないから先生も止まってんだけど、鳴り終わった後にDT 来られてディテンションになった。ノーピーピーって言わなかったの。はは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 。友達のお母さんからフワちゃんを教えてもらったもらったから、そんなに行きませんっていうあの子とは連れちゃいけませんみたいな時期あった。フワちゃんはおしっこ漏らすからそんじゃダメって昨日ラーに言われた。なんかでも大事だからそんでいいよねって私もラッキーそうだよねとか言ったけど、今思ったら結構ひどいこと言えるそのぐらいかな。おしっこ漏らしてばっかりだ。 Are you listening?Damn. Yeah. 何あれ？何あれ？マジで普通にちょっと本当に私おしっこちょっと漏れちゃったんだけど。